市内の写真愛好家、竹田敏郎さんの写真展が、朝倉ふるさと美術古墳館で開かれています。竹田敏郎さんは、玉川町在住の75歳。小学6年生の時、写真が趣味の父親に買ってもらったカメラで写真を撮り始め、夢中になります。しまなみ海道建設時に糸山から撮影していた写真愛好家が集まって、1998年に結成された糸山フォトクラブで会長を務めています。会場には四国の風景を中心に36点が展示されています。気温差の大きい空気の層ができると光が屈折し、太陽がだるまのように見えることがあります。だるま夕日は太陽が沈む位置を計算し、場所を決めて撮影しました。大洲城で撮影した花火の一枚。シャッターを開放し、黒い布を貼ったうちわを使って、花火が上がるたびに露光させます。たくさんの花火が同時に上がったような効果が得られます。会場ではこのほかにも竹田さんが撮影した各地の美しい風景を見ることができます。日本の風景竹田敏郎写真展は23日まで朝倉ふるさと美術古墳館で開かれています。